塩汁来好き。キモい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 。無理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 。何なめこ土の汗 ?11 話、なめこを助けろ。さっきからずっと助けてるんだけどね。お、うんふん。かわいい。バッシャー。お。あなたが落としたのはこの金のなめこ？それともこちらの銀のなめこ？うん、金のなめこで。もらっちゃった。金のなめこをバシャー。パーン。え？なんでやなんでや銀ならよかったんかな。よしこい。このポーズのやつをもらったらいいってこと？両方一緒かな。一緒やないかい。はい、じゃあ銀のなめこを。バッシャー。パーン。お、やばいやば。ちょ、待って、どっちだ？じゃあ同じ方向で行くわ、私。で、この子を水につけたら、元通り。あら、不思議。おー、出てきた！ザバ。大変よくできました。やったね。12は変化したところを4つ見つけろ。変化したところ。あ、あれか。アハ体験。4つか。4つあるのか。ちょっと待って。とりあえず、変わったって。変わったよ。変化したから。変化してない。どういうこと？待って、わかんない。4箇所もあるの。これが変わった。ここも変わってるでしょ。これも変わったでしょ。あと1個どれだ？これか？よっしゃー最後の1個だけ勘やった。あとのはなんか、ぼやーっと全体を見たときに変わりよるなっていうのはわかった。13は亀を助けろ。浦島太郎ですね。浦島なめこかな。特に何も。待って、なになんか、スイカ割り。お、スイカゲットした。あ、カニが出てきたよ。なんか、カニもゲット。あ、こっちか、次。やめろよ。は。おい、お前ら。お、何もできないぞ。ああなめこがやられている。私の知らないところでなめこがやられていた。じゃあスイカはこれ、ねえ、ゲットしちゃダメなんじゃない？そのまんまにしといた方が。なんだ、どうすればいいんだ。早く割れよ。あ、取っちゃった。ここでカニを。ああ、ダメだー。もうダメやっぱりあっこはスイカを取らないべきだ。カニだけ取っとこう。カニだけ取って、もうちょっと早く歩いて。遅いよ。歩け。はい、やってきました。殴らないの？スイカをなんでだよ！結局？どうすればいいんだ、これは。亀を助けられない。結局これは取っといていいってことかな。その鉢巻きを、ここで、つまんどいて、障害物はとりあえず避けた。あとは、なんだ、どうすればいいんだ。スイカを、どうにもできないな。でもここで、亀をゲットはできないのか。亀ゲットしたらもう助けれっとるもんね。でもこのスイカ、どうすればいいの？スイカ。ね、スイカだよ、スイカ。あ、いなくなった。スイカはどうにもしなくていいのか。ただ単に盗んできただけ。まさかな。14は黄金なめこを探せ2。よし。ぼやっと映っているあれは。でももうタッチできるものがないから、入手しました。あ、そういう感じね。なるほど、なるほど。これトラやん。ちょっと待って、はい。あ、違う。あれ、溢れた、溢れた、溢れた中から。溢れたここから。違うの？あ、こんなところに。すげえ、そういう感じ？やった、一発クリア。はあ、よかった。虎のとこ開けんといかんのかと思った。15はエリンギ丼を注文しろ。注文しろよ、勝手に。どこエリンギ丼なくね？なくね？エリンギ丼が食べたいんだけど、何？裏メニューか何かですか？エリンギ丼。なんかどこかにバラして読んだらエリンギになるようなとこある？これとか。牛お汁ライス付き。キモい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 。無理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 。何？なめこ土の汗？ダメだ。そんなものは食べられない。エリンギ丼。どれをどう呼んでもエリンギじゃないんだけど。これか？何？破れた。いや、破れたよ。なくなった。ね、カレーのメニューがなくなったんだけど。ラーメン。ない。かき氷。ない。牛お汁も破ってやれ。来たエリンギ丼。そういうこと。そういうこと。画面になってからもう動かせるのね。大変よくできました。だからなんでキノコがキノコ食ってんの？キノコが好きなの？ 16 はカビ回避。カビは。おっと？グレイト。いきなりこういう感じ？ちょっとびっくりなんやけど。はい、そのままそのまま。グー。助けてー。グレイト、グッド。ギリギリで避けた方がいい感じなんかな。はっ。待って、でかい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 。なんかこれあれじゃない？なんかさ、何？マリオン出てくるサボテンみたいじゃない？サボテンダーやっけ？それ違うドラクエ？待って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 、逆から来た。めっちゃ油断した。くそー。なんてことだ。やめてよー。回避しまくってやるわ。こっちやった。こっち側やった。はい。何これ変わるの？場所変わるんですか？はい。結構直前で避けたつもりやったんやけど。あれでもグッドなのか。はい。オッケー。ほっ。やっぱりなんか変わったような気がするぞ。待って、上に行かないといけないのか。くそ、ちょっと待って。そっか、これ以上下行けんかった。そっか、この線の上じゃないと移動できんわけやね。なるほど、なるほど。この線の間じゃないんよね。あ、危ねえ。キャー助けて。そっか、向こうのカビも、この線、この線の上を移動しよるわけやね。待って。シンプルに下手くそ。シンプルに下手くそなんだけど、辛い。よし、いいぞ、いいぞ。かわしてく。怖い。よっ。上じゃない。はっ。オッケー。いいぞ、いいぞ。はい。へい。ほい。おお、めっちゃギリギリやった、今。怖い、怖い、怖い。逆に後ろで当たりそうやった。こっち。よし。グッド。これ最後。やった。あとこれだけやったんや。マジか。それだけのために。17はなめこを助けろ2。今度は、何？カエルがいるんですけど、ちょっと気になる。いいんだけど、ごめん、カエルが気になるよ。なぜ釣り竿？片方何？コイキング。カエルゲットした。釣り竿で釣り上げようか。魚もくれるの？ありがとう。両方くれちゃったよ。ってことで、なんでそんなとこにいるの？何この虎は一体。なめこを食べて生きてるの？どうした？草食なの？とりあえずこの2つともゲットするでしょ。でこれもゲットする。でカエル、カエルをポーンとすると、何何あのカエル、めっちゃなんかおたふくみたいな感じになって出てきたんやけど、どういうこと？はい、これでまた両方ゲットして、魚を入れればいいんかな。カエルを入れてもダメということが分かったけど、はい、魚をポイッと。ちょっとまたしても、あ、でもこれで、あ、これでいなくなったってことか。虎がいなくなったから今のうちに、これでもう引っかかるのはナメコしかいない。落ちてきたー。なるほどね。あ、やっぱ虎も猫科だから魚が好きなのか。18は特徴をゲットしろ。それは運次第でしょう。ん？何かあるの？はっ、特徴をゲットしろってそういうこと？ああバレた、バレたよ。あの A って何？ A 賞巻きなの？巻き？丸太？ A 賞丸太なの？お花をゲットしまして、キノコもゲットしまして、はい。え、何？なんなの？入手したけど。はい。何これ、プレゼント。プレゼントですか？これで、なんだ？何をどうすればいいんだ？あ、ベルもゲットできた。ベルもゲットできるのか。ってことは、とりあえず取れるものを全部取りたいから、ベルと、花とキノコを取って、ベルをカランカラン。え、これでゲット？カランカランのうちに。これを取り上げて、あれ？あれ？どうすればよろしいのか。入れ替えるってこと？え？どういうこと？もう一回ちょっとカランカランの間に A をゲットして、これを貼り付ける。あ、それでくじを引く。 A 賞、これで、はい。でもさ、どれが何賞かとか覚えてない？絶対特賞が丸太なわけないやろ。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。